皆さんおはようございます。今日はありがとうございます。ではですね、僕の方から、XR 時代における、フォトグラメトリが切り開く XR 時代の 3D 表現という形で、ちょっと、お話しさせていただきたいと硬いなと思います。で、結構緊張しててですね、どこまでうまく喋れるかわからないんですけど、結構温かい目で見ていただければなと思います。はい、それでは早速始めていきます。で、まず最初に自己紹介です。僕は、ディスコントという名前で、活動している XR 空間デザイナーです。ディスコントっていうのは、建築の言葉なんですけど、フレンド空統一体っていう、僕が卒業した大学のですね、先生が提唱した概念があって、一見すると不連続なんだけれども実はつながっているみたいな、ちょっとすごいざっくりした説明なんですけど、そういった意味合いがある言葉で、それをちょっと借りて使って名前にしているっていうものです。で、大学時代は、建築を学んでいまして、建築のですね、主に歴史とか、あと都市とかそういったものを研究していました。ただ卒業のタイミングでですね、ちょうど、XR 元年と呼ばれるような時期でして、XR に自分で興味を持つようになって、これからはやっぱり XR の方が面白いんじゃないかということで、建築の道には進まずに、その建築の知識とかを使いながら XR 分野で活躍できるクリエイターになりたいなと思ってこっちの世界にやってきました。で、Twitter もですね、ディスコントって名前でやってますので、もしよかったらこちらフォローしていただけると嬉しいです。で、今はですね、サイキック VR ラボという会社に、所属しています。で、サイキック VR ラボっていうのはスタイリーっていう VR 空間の配信プラットフォームを運営開発している会社です。で、僕は、サイキック VR ラボに入った経緯なんですけど、サイキック VR ラボはですね、皆さん、最近パルコが、渋谷パルコがオープンしたのをご存知の方もいると思うんですけど、サイキック VR ラボとパルコとあとロフトワークっていう、3つの会社でですね、VR コンテンツを作るクリエイターを支援する、プロジェクトニュービューっていうのをやってます。で、そのニュービューでですね、毎年ニュービューアワードっていう、アワードをやっていて、優勝賞金200万円だったり、結構大きいアワードなんですけど、そういったアワードを通じてこの、クリエイターの育成と発掘を行ってます。で、その去年のアワードにおいて、作品を出しまして、それが、パルコ賞をいただくことができまして、それがきっかけで今この、サイキック VR ラボに、代表に誘っていただく形で、ジョインすることになったという形です。はい。でですね、先ほどから早速、ちょっと登場しているこちらのアバターなんですけど、これは、フォトグラメトリを使って作った、3D アバターです。で、ちょっと顔が恥ずかしいのでちょっと頑張って隠してるんですけど、服の、とことか見ていただくとかなり精巧に、撮れているっていうのが分かると思います。で、こちらの、3D モデルはですね、デジタルアルチザンさんという、会社が渋谷にあるんですけど、そちらにある 3D スキャナー 3D ゲートウェイというものを使って、作成させていただきました。で、ポリゴン数はだいたい20万ぐらいで、テクスチャも 8K あって、なかなか、高精細なモデルとなっています。で、こういったモデルを一つ持っておくことによって、結構先ほどの動画のような、ちょっとしたコンテンツを作ったりもできるので、結構こういった 3D モデル撮るのおすすめです。はい。でですね、弊社最近ですね、スタイリー AR っていうアプリケーションをリリースしました。で、これはですね、VR 空間、今までスタイリーっていうのは VR 空間を配信するプラットフォームだったんですけど、最近 AR の配信プラットフォームとしてもスタイリーが使えるようになりまして、QR コードを読み込んでいただくと、AR 空間が、出てくるというようなものになってます。で、今はまだクリエイターが自分で AR 空間を作るっていうのはできない状態なんですけど、来年そう遠くないうちに、クリエイターが自分の手で AR コンテンツを作って配信できるっていうようなところまで、持っていきたいと思っています。もしよければこちらの QR コードを読み込んでみてください。で、こちらですね、後で Twitter の方でも流そうと思いますので、もしよければそちらで読み込んでください。で、最近どんなことをやってるかっていうのでちょっと紹介しますと、ちょうど、11月の22日ですね、渋谷パルコがオープンしました。で、その渋谷パルコでですね、5階にデジタルフロアがあるんですけど、そこに XR ショーケースという形でいくつかの XR コンテンツを展示しています。で、この XR ショーケースっていう、ブースの
今までと違うちょっと新しいところとしては XR コンテンツを常時展示する常設の展示であるということが、あります。はい、で、ですね、なので、最新の XR コンテンツを体験したければぜひ、渋谷パルコにお越しくださいと、そういう意気込みで、ここの、一角を運営しています。で、僕はここのブースでですね、ワールドエンドスーパーノヴァっていう AR アート作品を今展示させていただいています。で、この作品はですね、5階の、吹き抜けエリア、エレベーターのエスカレーターの隣に吹き抜けがあるんですけど、まあ、そこにスマートフォンをかざすと、まあ、AR オブジェクトが、浮かび上がってくるっていう、そういった、作品を展示しています。で、基本的には AR で楽しむものなんですけど、今は期間限定でミラージュソロっていう、VR デバイスのシースルーモードでも見れるようになっています。もしよければ渋谷パルコをお越しの際はぜひ5階の XR ショーケースをお越しいただければなと思います。はい、でですね、その XR ショーケース立ち上げに際してですね、ウェブページとかも作っているんですけど、そのウェブページの、イメージ動画ですね、スプラッシュ動画の制作なんかも担当させていただいてます。なので、僕が普段やっていることとしては、こういったですね、VR 空間を作ったり AR 空間を AR コンテンツを作ったりといった、コンテンツを作るっていうのがメインになっています。で、それだけでなくてですね、最近ですね、いくつか、フォトグラメトリーワークショップであったり、あるいはフォトグラメトリーミートアップ、そういったですね、ちょっとした、イベントだったりコミュニティだったり、そういったものを、主催させていただいたりしています。はい、で、ちょっとだけですね、サイキック VR ラボについても紹介させていただこうかなと思います。で、これがですね、僕たちの、創業メンバーからメンバーが少しずつ増えていって、今こんなに増えているよっていうのを、ちょっとフォトグラメトリーとかを使って表現した動画です。で、最初は4人で始まった会社なんですけど、今はもう20人ぐらいいます。で、こちらはオフィスをフォトグラメトリーでスキャンして、そこにメンバーのフォトグラメトリー 3D データを配置して、ちょっとした会社の紹介を、ちょっとムービー風に編集したものになっています。はい、でですね、じゃあ実際どんなサービスを開発しているかっていうところで、スタイリーとニュービューと、この2つについてちょっとだけ紹介させていただきます。で、スタイリーっていうのは、VR 空間の配信プラットフォームです。で、例えばですね、このサービスどういうサービスなんですかっていうのを結構聞かれることが多いんですけど、僕はこういうふうに答えています。例えば YouTube とか出てきて、 YouTube クリエイターみたいな動画を作ってそれをインターネットに投稿するクリエイターが出てきたように、このスタイリーではこの VR 空間を配信するっていうプラットフォームを作ることによって、 VR 空間を作るクリエイターを、が生まれてくる、そういったような、エコシステムですね、そういったものを作ろうとしているプラットフォームです。で、今はですね、結構アート寄りの、作品を集めていて、アーティストが、このスタイリーというプラットフォーム上で自分の内面世界ですね、自分の世界観を VR コンテンツとして表現して、それが世界中に配信されると、そういった VR コンテンツの配信プラットフォームっていうのを目指して日々開発を進めています。で、こういったですね、VR コンテンツを配信するプラットフォームを育てるためにはコミュニティの育成も必要ということで、ニュービューというプロジェクトもやっています。で、このニュービューっていうのは VR コンテンツを作るクリエイターを育成発掘するプロジェクトでして、毎年アワードも開催しています。はい、で、こんな感じにですね、ちょっと動画があるんですけど、優勝賞金200万円であったり、あるいは準優勝3人いるんですけど、1人当たり50万円賞金がついたりと、結構、力を入れて開催しているアワードでして、こういったアワードを通して、今まで埋もれていたような、今まで XR っていう新しいメディアが出てきたことによって発掘されるべきクリエイターっていうのを、こういうアワードを通してちゃんと発掘していこうと、そういう活動を進めています。では、ここからですね、早速本題なんですけど、The World of Photogrammetry ということで、フォトグラメトリーの世界について広く浅くちょっとずつ紹介していこうと思います。
でまず最初にこちらの動画を見ていただこうと思います。でこちらですね、最近ちょっとツイッターでバズった動画なので、もしかしたら見たことがあるかもしれ、人もいるかもしれません。でこちらの、動画は、弊社のメンバーの、ゴー君という方が作ったものでして、川崎にある、電脳空論場っていう、ゲームセンターですね、ゲームセンターが最近、クローズすることになっているんですけど、そこの、最後クローズするということで、じゃあせっかくだからちょっとその風景を残しておこうということで写真を撮ってきて、でそれをコンピューターで解析して 3D モデルにしたっていうものです。で見ていただければ分かるように結構、臨場感あるような 3D モデルとして出来上がっています。で僕もですね、結構フォトグラメトリーやっています。でこちらはですね、メキシコ、今年の夏にメキシコに行ってきたんですけど、その時に作った、フォトグラメトリーです。で実際のそのフォトグラメトリーをするにあたって使った元の動画がこちらなんですけど、こんな感じにですね、 iPhone でスルーッと、結構時間がなかったので適当にこう撮ったんですけど、その適当に撮った動画を家に帰ってきて写真に切り出して、でそれをコンピューターで解析すると、先ほどのような 3D モデルができると。それがフォトグラメトリーっていう技術です。でちゃんとフォトグラメトリーについて定義すると、フォトグラメトリーっていうのは物体を、オブジェクトですね、オブジェクトをさまざまな方向から撮影した写真をコンピューターで解析して 3D モデルを立ち上げる技術です。でこの技術はですね、結構古い技術で、もともと写真測量とか言われてたようなものなんですけど、で今ではですね、建築業界だったり、あるいは製造業、あるいはゲーム業界とか、あるいは自動車の業界とか、結構いろいろ幅広い分野で使われている技術です。でフォトグラメトリーがどういう技術かっていうのを、解説しているとても分かりやすい動画があるので、こちらちょっと見ていただこうと思います。 3D scanning with just your phone. In today's video, we're going to take a look at photogrammetry. Most of us do not have access to high-end 3D scanners. They can be quite expensive.機材を買わないと 3D スキャンできないんじゃないかというふうに思うかもしれないですけども、フォトグラメトリーっていうのは実はカメラとコンピューターの存在あれば誰でも使える技術となっています。Before you start taking pictures, try and let the object evenly from all sides and avoid creating hard shadows. そうではなくて、スマートフォンのような簡易的なカメラを使って撮影したのでも十分 3D モデルを作り出すことができます。Don't forget to take pictures from top and bottom as well. はい。で実際じゃあ例えば小物とかを 3D に 3D データにするときどういうふうに写真を撮るのかというと、こんな感じにですね、オブジェクトを中心に置いてぐるりと一周360度いろんな角度から写真を撮ってあげて、でそれをコンピューターに放り込むと、あとは自動で 3D モデルにしてくれるというふうになっています。で風景なんかを 3D モデルにすることもできます。風景とかを 3D モデルにする場合は、こんな感じにですね、風景をこうカニ歩き しながら、写真を撮っていって、でそれをコンピューターに入れると、あとはもう勝手に 3D モデルにしてくれると、そういったようなものです。で基本的に、写真を撮ればいいわけなので、スマートフォンとかで撮ってもいいし、一眼レフで撮ってもいいものです。でそういったですね、手で撮るっていう以外にも、スキャナーとかを使って一気に写真を撮影して 3D モデルを作るっていう方法もあります。でこれは、弊社が持っているスタイリースキャナーというもので、一本一本柱がたくさんあると思うんですけど、その一本一本の柱の中にカメラが入っていて、全部で125個ぐらいカメラがついていて、でボタンをポチッと押すと、そのカメラで、写真を一発で撮ってくれると。でその写真を使ってフォトグラメトリーを行うっていうようなものになっています。で人物のような動いてしまうようなもの、あるいは動物とかですね、そういったものをフォトグラメトリーで作ろう、3D モデルにしようと思ったら、こういった機材が必要になります。なぜなら、そのスキャンする対象のものが動いてしまったら、スキャンうまくできないからです。でちょっとまとめるとですね、フォトグラメトリーっていうのは、こういった建築のような巨大な構造物から、こういったサザエのような小さな物体までいろいろなものをスキャンすることができる技術です。で、さまざまな分野で今まさに使われているものでもあります。で、そんなですね、フォトグラメトリーという技術なんですけど、スタイリーサイキック VR ラボでは結構前からこの技術と向き合ってきています。
で今回この講演を行うにあたって会社の Google ドライブのフォルダをいろいろ漁ってきたんですけど、いろいろな写真、思い出深い写真、僕はその当時はいなかったので分かんないんですけど、そのメンバーからすると思い出深い写真っていうのがいろいろ出てきました。でこんな感じにですね、大体2014年ぐらいからずっとやっているんですけど、靴をスキャンしてみたりだとか、いちごスキャンしたりとか、そういったものをスキャンしてみて、それを空間に浮かべてみたりとか、そういったふうなことをやっていたようです。でこちらの画像はですね、左のものとかは、スマートフォンをたくさんこう、棒にくっつけてですね、でいっぺんに写真を撮って、その写真を使ってフォトグラメトリーを行うといった、そういったような、ちょっとした装置みたいなものの開発も、やっていたようです。で実際に作ったものとして、こういったトリケラトプスのフィギュアみたいな、こういったものを作っていました。でそういった流れがあった中で、そういった流れがある中でスタイリウスキャナーというものが生まれてきました。はい。でこういったですね、スキャナーで撮影すると実際どういうものができるかというと、こんな感じのものができます。でこれはですね、ゆるめるもっていうアイドルの、あのちゃんという方の、フォトグラメトリスキャンデータです。あのちゃんはもう、今年の9月にゆるめるも脱退しちゃってるんですけど、あるイベントがあってその時に撮影したものです。で服のシワ感とかも結構かなり精巧にスキャンできているのが分かると思います。で最近の、スタイリースキャナーの活用事例でいうと、こちら、谷口明彦さんっていうメディアアーティストの方がいるんですけど、その方は、自身の 3D アバターとかを、自分の作品の中に取り込むようなアーティストの方なんですが、その谷口さんが2019年に撮影した最新の 3D モデル、一番右のものですね、これは実はスタイリースキャナーでスキャンしたものです。スタイリースキャナーでスキャンしたものに少し手を加えて使っています。はい。でですね、こういった、フォトグラメトリで作ったような 3D データ、そのままだと面白くないということで、撮った 3D スキャンデータがどん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 空間の中に落ちてきて、それがちょっと音楽と連動しながら動くみたいな、そういったような、ものを作って展示などを行っていたっていうことも、やっていました。でそういったフォトグラメトリで作った 3D モデルのアウトプット先としてスタイリーっていう、プラットフォームが生きてきます。僕たちのこのスタイリーっていうプラットフォームはもともとファッションっていうところから始まりました。なので最初スタイリースキャナーで、スキャンするものとして、アパレルですね、服をスキャンしてそれを VR 空間の中に入れ込んで、それでブランドの世界観を表示する、そういったようなものを作っていました。でこちらはですね、2018年のサウスバイサウスウエストの、で行った展示なんですけど、パルコさんと一緒に、スタイリー OS アンベルトっていう形で、展示を行っています。でこれは、スタイリースキャナーでスキャンしたいろいろな服の 3D モデルっていうのを VR 空間の中に配置して、でそれを、見ながらショッピングの体験ができるというようなものです。はい。で最近ではそういった、今までのフォトグラメトリーの、積み重ねっていうこともあったので、フォトグラメトリーワークショップであったりミートアップだったり、さっきもちょっと紹介したんですけど、そういったものをやったりしています。で、スタイリーにおいてはこういったですね、フォトグラメトリーっていう技術を 3D 表現を生み出すツールの一つとして、こういった技術に着目してこういったものを使っています。ではここからですね、次はじゃあフォトグラメトリーにどんな可能性があるのかということを少しずつ紹介していきます。でフォトグラメトリーの可能性として僕が感じているものを3つ持ってきました。で1つは、フォトグラメトリーっていうのは誰もが 3D モデルを作れる時代をもたらす。で2つ目として、フォトグラメトリーは写真や動画と同じように、空間とか時間を切り取ってアーカイブする記録装置として機能するだろうと。で3つ目として、写真や動画と同じように、人間の創造性を表現する新しいメディアとして今後広がっていくだろうと、この3つを、フォトグラメトリーの可能性として感じています。でもうちょっと簡単な言葉で言い換えると、フォトグラメトリーっていうのは低コストかつ比較的簡単に誰も、3D モデルを作成でき、でフィジカルな環境っていうのを、こちらも簡単にコピーでき、で写真とか動画に続く 3D 表現としての可能性が期待できると、
こういったような特徴があるんじゃないかなと考えています。でこういった、フォトグラメトリーの特徴を踏まえた上でコンテンツとしてのフォトグラメトリー、そしてツールとしてのフォトグラメトリー、この2つの面から、フォトグラメトリーの可能性についてもう少し事例を交えながら紹介していきたいと思います。でまず、コンテンツとしてのフォトグラメトリーです。で弊社はですね、ファッションとかカルチャーとかミュージックとかそういったところに興味がある会社なので、そういった文脈でいくつか紹介できればいいかなと思っています。でまず紹介するのはデジタルアーカイブっていう文脈です。でこちらはですね、僕が研究室の時に通っていた研究室、僕の研究室時代に友人が作っていたものなんですけど、アンコールワットの 3D スキャンデータです。でドローンを使った写真を使って、アンコールワットの 3D、モデルを作っています。でこういった 3D モデルっていうのは単にデジタルアーカイブとしての価値があるっていうだけでなくて、測量としてその精密なその測量データを使うことによって建築のさらなるこのフォトグラこのアンコールワットがどういう経緯で作られたかみたいな、そういったものを謎を紐解くための測量ツールとしてフォトグラメトリーっていうのは使われています。でこういったアンコールワットみたいな石で積み上げて作られたようなものって絶対に歪んでいるんですね。絶対にどこか歪みが生じています。でしかも巨大であると。でそういったものを、丁寧に測量しようとしたときに手ばかりだけだとやっぱり限界があります。そういったときに、レーザーを使うとかフォトグラメトリーを使うとか、いろいろ技術はいろいろあると思うんですけど、そういった新しい技術を使って精密な、スキャン、測量データを得ることによって、こういった今まで積み重ねてきた研究をさらに前に進めていくっていう、そういった流れがあります。で、こういったですね、建物建築物のデジタルアーカイブっていうのはアンコールワットだけでなくて木造建築、日本においても事例っていうのはあります。でじゃあそういったデータが役に立つ場所、他にどういうところがあるかだろうっていうので例を紹介すると、ちょっと前ですね、ノートルダム大聖堂が焼け落ちてしまったっていう悲しい事故があったと思います。でこの時ですね、実はこの聖堂のですね 3D スキャンデータが実は残されていたと。でこういった 3D データがあることによってこれを、活用することによって、焼け落ちてしまった聖堂の復元に使えるのではないかと、そういったような使われ方も期待されています。でスタイリーというプラットフォーム上においても、こういった風景をアーカイブするような、作品というのが増えてきています。でこちらはちょっと前に、ツイッターでちょっとバズっていたものなので見たことある方もいるかもしれませんが、りょうさんという方が作ったゼニア大弁天の全域フォトグラメトリースキャンデータです。でこちらはですね、写真の枚数は延べ3600枚ぐらい撮っているんですけど、端から端までかなり広い範囲を写真で撮影して、一つの 3D モデルデータにしています。でこういったですね、風景をアーカイブするような作品っていうのがスタイリー上にも少しずつ増えていて、例えばベネチアの風景であったり、そういったものを、VR 空間として構築しているものが増えてきています。で、こちらはですね、そういったデジタルアーカイブの作品として一つ面白いものがあるので紹介したいと思います。でこちらの、フォトグラメトリーは一見するとちょっと、ちょっとクオリティが低いなというふうに思うかもしれませんが、それには実は、理由があって、これはですね、SNS とかで集めた写真を使って、空間を再構築しているっていう例になります。でこちらはニュービューアワードで、出てきた作品なんですけど、このあれですね、失われてしまったその風景を復元するっていう手法が結構高く評価されていて、まだちょっとその、ニュービューアワードの結果っていうのは紹介できないんですけど、結構評価の高い作品としてこちらの作品あります。はい、でこういったですね、フォトグラメトリーを使って空間をアーカイブするっていう作品はどんどん増えてきていて、こういった
コンテンツがプラットフォームとしてどん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 積み重なっていくっていうことに、まあ、一つ価値があるんじゃないかなというふうに感じています。でちょっと急ぎ足でちょっと紹介していくんですけど、次はアートっていう文脈です。で先ほども紹介した、谷口明彦さんの作品をまずちょっと紹介したいと思います。こんな感じにですね、谷口さんの 3D、スキャンアバターが、こう動き出す、まあ、そういった作品ですね。で、この作品の中でフォトグラメトリっていうのが使われている箇所がいくつかあります。まず一つはこの本人の 3D モデルですね。これはフォトグラメトリを使って作られたものですし、他の部分でも、フォトグラメトリに使われている部分があるので、もうちょっと見ていただきたいと思います。谷口さんの作品もう一つだけ紹介したいと思います。こちらはアースローオブザダイスという作品でして、このデジタル空間上でサイコロを転がすっていう作品です。で、ただサイコロを転がすだけじゃなくて、サイコロを転がした後で面が出た時に、ある地点のフォトグラメトリデータが呼び起こされる、そういった作品になってます。はい、こんな感じにですね、以前そのサイコロを振ってその目が出た空間時間っていうのをフォトグラメトリで切り出して、それをデジタル上でもう一回復元するっていう、そういう作品になっています。こういったようにですね、フォトグラメトリっていうのをアートとかっていう文脈で使うっていう事例もどん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 増えてきています。で、新しいテクノロジーとかが出てきた時に、そのテクノロジーがどういう意味があるんだろうかとか、そういったことを考えるのってやっぱりアートが早いです。なので、こういったアートみたいなものを追いかけるのはすごくいいと、プロダクトとかを作る上でもすごく参考になると思いますので、もしよければこういったものも追いかけてみてください。で、こちらはまた別の作品です。こちらもフォトグラメトリを使った作品です。で、こちらの作品はですね、次の風景のフォトグラメトリを使って、それを 3D イメージ。それをまたデジタル空間上で再現して、それを動的な風景を生み出す装置として作る、そういった作品です。で、フォトグラメトリで作った 3D データなので、ゲームエンジン上で例えば光源とかを動かした時にそれをリアルタイムで反映する、そういった 3D モデルならではの技術を盛り込んだと。なんだけれども、写真を撮りに撮っているから、そういうのを撮った。はい。で、こちらはまた別の方のアーティストの作品でして、ホットビズっていうグループの作品です。で、彼らは、空間を、街の風景をデジタルアーカイブにするっていうことをやってるんですけど、それだけじゃなくて、その作った 3D メゾンモデルに対して手を加えて、で、新しいビジュアルの表現に落とし込むっていうことをやっています。この作品でいうと、フォトグラメトリで作った風景が、ぐる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 回るような、円筒状の世界になって、こう、再構成されていて、そこを歩くっていうような、作品になっています。あるいはもうちょっと見ていただこうと思うんです。同じ方の作品なんですけれども、フォトグラメトリでスキャンした、建築物。それをこういろんな断面で切り取ってみるっていう、そういう新しいビジュアルの表現の作品です。はい、こんな感じにですね、結構変わった形でですね、球体に切り抜いてみたりとか、円筒状に切り抜いてみたりとか、普段そんな形で建物を切り取らないだろうっていう形で建物を切り取ることじゃなくて、建物がですね、建築物の中で違うものみたいに見えるとか、そういった驚きがあるようなビジュアル作品です。こうい
ったようにですね、彼らはフォトグラメトリで切り取った風景っていうのを再構築して、それを 2D のグラフィックであったり、映像作品として再構成しているっていうような作家さんです。はい、その他の作品でいうとこんな感じにですね、いろんな街のオブジェクトをたくさんスキャンして、それを並べ替えて作品にすると、そういったようなことをやっています。でここからはですね、スタイリーの、じゃあ実際にスタイリーにどういう作品が VR 作品が上がってきているのかっていうのを紹介したいと思います。でここで紹介する作品っていうのは全てニュービューで生まれてきた作品です。じゃあ実際に見ていただこうと思います。はい、こちらですね。でこちらは、VR 空間で、アートの展示会をやるっていう、そういったシンプルな構成の作品です。ただですね、その、VR 空間に自分が描いた絵とか、彫刻とかを置くっていうだけじゃなくて、自分が作品を作っているアトリエ空間なんかをフォトグラメトリで、3D データ化して、そういったものを作品の一部として使っているっていうようなものになっています。でしかもですね、こういった、アトリエの空間とかのスケールっていうのは、現実空間とは異なるものに設定されているので、この作家の頭の中をこうぐるぐる回って巡るような、そういったような構成になっています。で同じ方の作品で今年の作品があるので、こちらも紹介したいと思います。でこちらはですね、一見すると普通の家のフォトグラメトリのように見えるんですけど、実はこの作品も手が加えられて、フォトグラメトリデータに手が加えられていて、壁にたくさん貼ってある写真の一部、もしよく見てみると一部が欠けていて、その中からどんどん先に進んでいくと、天地が逆転したような空間が広がっていくと、そういった形でこの後どん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 空間が大きくなったり小さくなったり、どん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 迷い込んでいくんですけど、そういった入れ子構造を持ったような作品っていうのも、フォトグラメトリで、作ることができます。はい、こんな感じにですね、机の上にモデルがあると思ったら、その上にまたそのモデルは小さい模型で、さらに上があったみたいな、そういったような入れ子構造の作品になってます。でこういったですね、フォトグラメトリをアートに利用した作品っていうのがニュービューの中でもいろいろ生まれてきています。でこういった作品、面白い点としては、このフォトグラメトリっていう技術を単に物珍しい技術として取り組んでいるのではなくて、フォトグラメトリっていう、新しいメディアの特性に着目して、それを作品に生かしているっていうものが増えてきているのが面白いかなというふうに思います。なので、フォトグラメトリっていうのは物珍しい技術っていうのではなくて、メディアとしてある程度確立されてきて、それをじゃあどう表現に落とし込んでいこう、そういったことが模索され始めているっていう、そういうフェーズに来ているような仕方だということも、言えます。でニュービューはですね、今年パルコ、渋谷パルコにですね、12月14日から22日まで、展示会やっておりますので、もしよければこういった作品を見にパルコにお越しいただければなと思います。でここまでは、フォトグラメトリを、そのメディアの特性に着目して作品を作るっていうものが多かったんですけど、単純にこの 3D モデルを作るだけ、作るためだけにフォトグラメトリを作るっていう例を紹介したいと思います。それがこの僕の作品なんですけど、この作品の中でフォトグラメトリを使って作った 3D モデルっていうのがいくつも出てきます。でフォトグラメトリっていうのを使うことによって、3D モデリングができないような人間であっても 3D モデルを簡単に作ることができるので、作品の幅を広げる上でこういった技術っていうのは活用できるんじゃないかなと思います。こちらももしよければぜひ、パルコにいらして見ていただければと思います。でこのアートワークなんですけど、人間のフォトグラメトリであったり、貝のフォトグラメトリであったり、そういったものが作品の中で登場しています。はい、で次にファッションという文脈で、少し紹介したいと思います。でこちらはですね、メザンさんという会社のポータルという AR ファッションショーのコンテンツです。でとてもかっこいいコンテンツなので、ちょっと高さを見せたんですけど、今日紹介させていただこうと思います。でこういったようにですね、 3D フォトグラメトリを使ってできた、高精度なフォトグラメトリ
データ、人気モデルデータっていうのを使って、リアルファションを行うっていうものです。で、こちらのコンテンツは、まあ、店舗っていうのは、最近もうどん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 単に物を買う場所っていうのではなくて、まあ、体験が求めるんですよ。まあ、そういった、まあ、変化がある中で、まあ、AR を使って、まあ、どういった体験を生み出せるかっていうことに、取り組んで作られたものです。はい。まあ、こういったようにですね、ブランドの世界観を表現するために、フォトグラメトリーと VR を使うっていうのは、サイキック VR ラボでもこれまでにいろいろ取り組んできています。例えば、これとかがその一例なんですけど、フォトグラメトリーで作った、衣服の 3D データを VR 空間に配置して、でさらにそこにいろいろな画像であったり動画とかを差し込むことによって、ブランドの世界観を表現するっていうものを作ってきています。でですね、そういったフォトグラメトリーデータを VR だけではなくて MR に載せて、で MR コマースができるアプリケーションっていうのを作ったこともあります。でこちらがまさにそうなんですけど、こちらクロマっていうブランドさんと一緒に作らせていただいたものです。はい、こんな感じに空間に本当は何もないんですけど MR グラスを通してみると、そこに服が展示してあったり、それを実際に購入することができると、そういったようなコンテンツになっています。でこちらはですね、世界初の MR コマースアプリということで海外とかでも結構取り上げられたものになっています。で実際に渋谷、こちら青山ですね、バイパルコっていう場所で展示も行いました。で最後にフォトグラメトリーとファッションで紹介するものとして、そのフォトグラメトリーをスキャンすること自体をコンテンツにするっていうものもあります。で、まあ、その例として挙げるのがこの名古屋パルコの30周年記念として行われたイベントのものです。でこちらは先ほど紹介したスタイリースキャナーを名古屋パルコで展開して、実際にそこでそこのお客さんが実際にスタイリースキャナーを使って 3D モデルを作ることができるっていう、そういうようなイベントになっています。でそれだけではなくて、その実際の店舗のコーディネートとかをウェブ上で 3D で見ることもできる、まあ、そういったような取り組みも行っています。で次に最後に紹介するのがエンターテインメントです。まず紹介するのがこちらのゆるめるもの事例なんですけど、こちらはですね、まずメンバーの、まずですねこちらミュージックビデオを見ていただこうと思います。こういった VR 空間を作る上でも、アイドルの人たちのものを使って世界観を表現する。そういったようなスタイル、フォトグラメトリーをミュージックビデオとか映像とか使う中で結構最近いろいろ出てきているので、もしよければ見たものを探していただけると、欲しいかなと思います。今年の夏は何するの？はい。でちょっとまた別の例として、こちらはこの間、Unity さんと一緒に作らせていただいたものなんですけど、Unity が如くっていうちょっと変わった、ゲームのようなものになっています。動画が流れない。でこちらはですね、竜が如くっていうゲームがあると思うんですけど、それのパロディのような作品でして、このユニティの本社の中で、フォトグラメトリーで作ったユニティの社員がこう襲ってきてですね、それをどん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 自分でこう攻撃して倒すっていうような、そういったちょっとしたゲームのようなものを作る上でも、フォトグラメトリーっていうのを使うことができます。でこういったですね、フォトグラメトリーで撮影した 3D モデルにアニメーションをつけることによって、ゲームの中で使ったりしています。はい、ではここから、ツールとしてのフォトグラメトリーについて紹介していこうと思います。でこれまで紹介してきたものはフォトグラメトリーそのものをコンテンツにしようというものでしては、ここから紹介するのはフォトグラメトリーを使って、フォトグラメトリーを使って
便利に AR とか MR コンテンツを作ろうっていう趣旨のものです。で、私たちが最近やっていることとして、フィジカルな空間をフォトグラメトリで切り取って、これをベースに AR、MR コンテンツ制作を行うっていうのをやっています。で、どういうことかというとですね、MR コンテンツを作る際に、その現実空間とのフィット感ですね、現実空間といかにこう、現実の環境がありきで、そこにどう沿う形で AR、MR コンテンツを作るかっていうのが大事になってくると思うんですけど、そういったものを作成する際に、フォトグラメトリで地形データを簡易的に作成して、これを当たりにしてコンテンツの配置と確認を行うっていうようなものです。で、私たちはスタイリー MR っていうサービスも開発していて、これがそういったものになります。で、こんなような感じにですね、空間にフィットする形でいろいろコンテンツを配置していって、空間、MR 空間を作るっていうようなものなんですけど、そういった中でフォトグラメトリーの活用っていうのを始めています。で、その実例として今日紹介するのが、こちらのホワイトナイトっていうイベントで、作った、AR コンテンツです。まず最初に動画を見ていただこうと思います。で、こちらはですね、渋谷キャストっていう、建物がですね、渋谷にあるんですけど、そこの、屋外空間ですね。そこの、屋外空間のところに、AR コンテンツを表示して、ユーザーはそれを見て回るっていうような、体験型のコンテンツになっています。はい。で、こういった、AR コンテンツを作る際に、このコンテンツはですね、その場所がどこでもいい AR コンテンツではなくて、フィジカルの環境ときちんとフィットした形で作る AR コンテンツなので、地形データとかを作成しながら、うまく現実空間にフィットするように作品の制作を進めていきました。で、場所はですね、 Google マップで見てみるとこんな感じの屋外空間です。で、こちらが現地の写真ですね。こんな感じに、ちょっとした庭のような場所になっています。はい、別の角度からの写真です。で、こういったですね、現地を視察した際に写真をたくさん撮って、それを使ってフォトグラメトリっていうのを行っています。で、それがこちらの 3D モデルです。こんな感じに、簡易的な撮影ではあるんですけれども、十分そのコンテンツの配置の当てをつけるために十分使える 3D モデルを作り出すことができます。で、あとはそういった 3D モデルっていうのをスタイリー上に読み込んで、そこに空間の演出を加えていくという流れになります。はい。で、実際に加えるとこういうふうになっていきます。で、スタイリーはオブジェクトの表示非表示っていうのを簡単に切り替えることができるので、これは AR 作品として作ったものなんですけど、このフォトグラメトリのデータを配置して VR で、このシーンを起動すれば、VR 空間として、配置が正しいかどうか、どういうふうに見えるかっていうのを確認っていうのもできると、そういった、使い方をしています。で、ちょっとまとめると、地図とかで下見した後に現地を確認をして、その際に写真をたくさん撮ってフォトグラメデータを作成しますと。で、そういった 3D データをベースに空間演出を加えていくと、こういったフローで作品を作ることによって、現地に行く回数を減らすことができたり、あるいはよりその空間にフィットするような形で作品を作ることができるというふうに考えています。で、ちょっとメリットをまとめてみたんですけど、コンテンツの配置を直感的に、図面以上に直感的に配置することができたり、あるいは現地に行かずともコンテンツと周辺環境のフィット感、雰囲気を確認できると。で、場合によってはそういった作成したフォトグラメトリデータの上に AR オブジェクトを載せて、VR シーンとしてそのイベント自体をアーカイブすることもできると、そういったことまで考えて、こういった取り組みいいんじゃないかと思って、今 AR コンテンツを作る際はこういったいうふうなやり方を心がけてやろうとしています。で、こちらは渋谷パルコの例なんですけど、これはパルコが竣工時、図面データしかなかったので、図面データをもとにこの AR コンテンツを作っているわけなんですけど、もしこれがフォトグラメトリでこの空間自体のデータがあったならば、クリエイターはこの現地に何回も行かずともその雰囲気を確認、 VR の中で確認しながら AR コンテンツを作ることができますし、あるいはイベントが終わった後、例えばこの壁に貼ってあるグラフィックとかが
なくなってしまった後にそれを VR 空間に再構築してイベント自体をアーカイブ化することもできると、そういったような活用っていうのが今後できていけ、どんどんできていけばいいなと思っています。で最後にちょっと僕が個人的にやろうとしている、勝手にやろうとしているプロジェクトを紹介させていただきたいんですけど、これがタイムマシンギャラリープロジェクトっていうものでして、これはもうちょっと時間がないのでざっくり紹介するんですけど、このタイムマシンっていう自社オフィスがあるんですけど、それをフォトグラメトリと図面データから 3D データを書き起こして、それをベースにいろんな AR コンテンツとか MR コンテンツを作ろうよっていうようなものです。はい、でちょっともう時間が来ちゃったのでここはもうさらっと流すんですけど、こういった、デジタルオフィスがあることによって AR コンテンツを作る際の当てを簡単に作ることができたり、それがフォトグラメトリで重ねた時にどういうふうに見えるかっていうのを、Unity 上で確認したり、あるいは VR 上で確認したり、 AR としてビルドせずに確認しながら作ることができると、そういった点において、こういった 3D モデルを作ることによって、AR、MR コンテンツを開発しやすい環境っていうのを作っていこうと考えています。でかつそういった、VR 空間上にフィジカルの空間のコピーがあることによって、そういったものを現実空間とリンクした展示を行ったり、展示のアーカイブとかを行ったりできていければいいかなというふうに思ってやっています。でちょっと1分ぐらいオーバーしてしまったんですけど、今日はご清聴ありがとうございました。